さあ今日も元気に別府にやってまいりました。今日は残念ながらの雨模様なんですが、今日はですね JR 九州主催のウォーキングイベント、これに参加しております。でこのウォーキングイベントのいいところはね、参加費無料っていうことと事前申し込みも不要っていうことなんですよ。で単純に歩くだけじゃなしにそれぞれなんかポイントがありまして、今回はなんとフェリーサンフラワーの船内見学ができるということなんですよね。これはね最近フェリーの旅にハマってる私としましては参加しとかないといけないだろうということで、まあ雨模様ではあるんですけどね、サンフラワーを見学するためにやってきたというそういう感じになっております。普段見れないようなとこも見れるんじゃないかな、ひょっとしたら。で受付が JR の別府駅の構内であったんですけど、特に説明とかなかったんですよね。サンフラワー乗るときにこの紙見せてくださいって言われただけで、特に細かいルールはないみたいです。途中チェックポイントとかあるんかなと思ってたんですけど、なんかそういうのもないみたいですし、なんか自由に歩いて自由に帰ってっていうような、なんかそういう緩いイベントっていうそんなイメージですかね。まあ一応スタートが JR の別府駅、ゴールが JR の別府大学駅ということになってます。フェリーの見学が12時45分からっていうことで、今12時15分なんですけど、まあ30分もありゃサンフラワーまで歩けるでしょう。このウォーキングイベントって参加者がどれぐらいいるんかっていうのがわからないんですけど、まあ今日はねちょっと雨降ってるから若干少なめなんじゃないのかなというふうには思います。まあでもねサンフラワーの中見れるっていうのはなかなか魅力的な企画やと思うんで、まあその辺がどうかですね。さあ別府タワーが見えてまいりました。リニューアルされて真っ白になっております。これね夜はライトアップされて綺麗になるんですよ。一応 JR ウォーキングってコース書いてあるわ、矢印でコース通り歩いた方が良さそうですね。この前を歩いてる方もみんな参加者でしょう。的ヶ浜のビーチなんですけど、ここ歩いてる人がね結構いるんですよ。これ全部参加者でしょうね。今回のイベントのスタートが11時からっていうことやったんですけど、11時からスタートしてもねサンフラワー見れるのが12時45分からっていうことなんで、多分12時ぐらい僕と同じぐらいにスタートされた人が多いんだろうと思うんですよね。なんでこんなにここ雨の中歩いてる人が多いんだろうと思いますよ。正面に見えておりますのが閉館しました北浜温泉テルマスなんですけど、コースはねこっち側の海沿い歩くみたいですね。新ターミナルはもうちょっと先です。あれなんか並んでるぞこれ。今回見学できるのが紫ですね。紫は初めてになります。いやいや、ようやく順番が回ってきました。めちゃくちゃ待ちましたね、この雨の中。で、これなんでこんなに時間がかかってるかっていうと、理由は、まあ後でわかることになるんですけどね。最初なんかグループごとに案内されてんのかなっていうふうに思ってたんですけど、そうではなかったようです。で、今回乗船するのが、いつものボーディングブリッジからではなくて、こちらのトラックが入るところですかね。ここから中に入るような形になってました。そして今回乗るのがサンフラワー紫。紅は乗ったことあるんですけどね、紫は初めてですね。車両後半はこんな感じになっております。ここ入るの初めてで、これがねでっかいなんかスロープみたいになってるんですよ。でただこれダンパーがついてるんで、多分このスロープの部分っていうのは上に上がると思うんですよね。
多分車をもう目いっぱい乗せるためにこういう仕組みになってるんじゃないのかなというふうに思います。そして列ができてた理由っていうのがこれなんですけども、参加者の雨具をですねここで預かってくれるっていう、こういうのをやってまして、この預かりの手続き、それから返却の手続き、これに結構時間がかかってたようです。で、僕は折りたたみ傘だったんで、もう預けずにリュックの中に入れて中に入ることにしました。ここから客室に入るのは初めてですね。階段で上に上がっていくような形になります。さあ、そして6階に上がってきました。ここから入るのは初めてですね。ここが6階の、ロビーですかね。いやいや、意外と参加者が多いなっていうような、印象なんですけど、やっぱり紫紅はこの6階部分のロビーが広いですね。皆さん自由に見られてるのかなと思ったんですけども、一応順路があるようで8階から見てくださいっていうことでした。そしてやっぱりこの特徴的なのが、この正面の吹き抜けと、あと天井のプロジェクションマッピングですね。周りはこんな感じで広く開けております。で、階段を上りまして、まず8階の方まで一気に上ってみます。で、これはねちゃんと順路っていうのが決まってまして、順路に沿って見学をさせていただくと、そういうことになっております。さあ、こちらが8階に上がってまいりました。8階は上級グレードの部屋ですね。で、これは今回中見れなかったんですけども、スイートルーム宿泊者専用のラウンジなんですよ。さあ、そして順路に沿いまして、部屋の見学させていただこうと思います。こちらがね、スイートですね。和洋室のスイートみたいです。ベッドが2個ありまして、畳の部分もあるっていうことですね。で、スイートなんで、部屋にバスルームがあると。バスタブまであるっていうことになっています。で、こちらがコネクティングルームになってまして、隣の部屋とつながるような、そういう使い方ができるようになってまして、こちらが洋室で最大3名ですんで、最大7名まで利用できるということになっています。で、こちらがバリアフリーの部屋ですね。こんな部屋があるのは僕知らなかったんですけども、バスルームも段差がなく入ることができるような形になっています。で、部屋の部分はこれすごいですね。ベッドが4つもあります。そしてロビーの方に出てまいりまして、これが8階のロビーなんですけど、上から見下ろすと吹き抜け部分はこんな感じになっております。いやいや、まだ新しいんですごい綺麗ですよね。そして天井部分にはプロジェクションマッピングで映像が流れております。で、8階見終わりましたんで、今度7階の方におります。7階は前に1回泊まったことがあるんですよね。で、こちらに大浴場あるんですけど、残念ながら大浴場の中は見れませんでした。で、こちらなんですけど、こういうユーティリティ、給湯室ですね。こういう部屋も廊下の途中にあったりします。僕は使ったことはないんですけどね。壁には過去に就航しておりました船のなんかポスターみたいなのが貼ってありました。で、これが今チェーンかかって入れないようになってるんですけど、要は今清掃中なんですよね。この船ってこの日の朝に別府に着いて、この日の夕方には出航するっていう形なんで、この短期間で船内の清掃とかを、スタッフの方がやられてるんですけども、その合間を縫っての見学ということになってます。そしてこちらが、以前にも泊まりましたね、スーペリアシングルですね。この部屋はね、なかなか良かったですね。スーペリアシングルの今一番の特徴っていうのは、部屋にシャワールームがついてるんですね。これが一番の特徴になります。で、こちらが和室ですね。和室はこんな感じになっております。で、ここもスーペリアでしょうね。バスタブはなくて
シャワーがついてるという形になります。そしてこちらコネクティングルームにやっぱりなってるみたいですね。でこちらが隣の部屋なんですけども、この扉でコネクトできる形になってます。こちらは洋間のツインですね。同じくシャワーがついております。そしてこちらの部屋も先ほどと一緒ですね。洋室のツインということになってます。シャワーもついております。そしてここは和室ですね。コネクティングじゃない和室っていうことでしょう。いや和室もねなかなかいいかもしれないですね。一人で泊まるんじゃちょっと和室は広すぎるかなっていう気はしますけど、いやいやでも見学者がすごい多くて大盛況っていう感じですね。さあそして7階のロビー部分に出てきたんですけども、こちらが大浴場、婦人用ですね、女湯なんですけども、こういう風にデジタルのサイネージで混雑状況が分かるようになっております。そして風呂上がりにはこちらでマッサージですねできるようになっております。こちらが喫煙室になります。いつもお世話になっております。そしてこの奥なんですけどね、ここはなかなか見れないとこですね。ウィズペットルームという風になってまして、まあ、ペットと一緒に過ごすことができるような部屋になっております。でこちらのお部屋はなんかペットをこの部屋の中に放してもいいみたいなことを言われてました。部屋にはシャワーがついております。そしてさらに奥に進みますと、ここにですね、これまあどうなんですかね、ドッグランっていうんですかね、まあそんなに広くはないですけど、こういうスペースが用意されておりまして、ここにはワンちゃんがおしっこをするそのためのポールが用意されてます。こちらにはうんちを捨てるようなゴミ箱も設置されているということですね。ワンちゃんやなんかはここに放して一緒に遊ぶことができるっていうことです。でこちらはこうケージがこういくつか並んでまして、ここにまあワンちゃん預けたりとかっていう、そういうこともできるみたいですね。いやいやここはなかなか貴重な見学ができました。さあそしてまた7階のロビーに戻ってきたんですけども、まあ、7階とか8階とかもロビー部分っていうのは比較的開放的な感じがしますね。このようにコインロッカーも設置されております。そしたら最後6階再び降りてきまして、ここからまた少し見学していこうとは思うんですけれども、こちらが記念写真が撮れるスペースですね。サンフラワー紫の大きなパネルがありまして、船長の服ですね、これをなんか借りて写真を撮ることもできるっていう、まあ、子供向けのそういうスペースになっております。そしてこちらが今回、まあ、相手はいませんでしたけどもレストランですね。サンフラワーはとにかくバイキングが美味しいんですよ。レストランの営業時間はこのようになっております。で今日の夕方の便はかなり混んでるみたいで混雑が予想されますというふうに書いてありましたね。そしてガウンで入店することはやめてくださいということです。料金は夕食が2300円、朝食が750円というふうになってます。ちょっと上がってるんじゃないかな。そしてこちらが売店ですね。売店も結構広い売店になってます。ロビーのテーブルにはこのように液晶のタッチパネルですね、これが埋め込まれてまして、ここでいろんな情報を得ることができるっていう、まあデジタルサイネージですね、こういうなのも用意されております。そしてここからもう最後の部屋になるんですけれども、サンフラワーの紫紅っていうのは、まあ、以前のアイボリーコバルトと違って一番安いツーリストっていう雑魚寝の部屋っていうのが設定がないんですね。ですんでこのプライベートベッドっていうのが一番下のグレードになるっていうことになります。このプライベートベッドも以前紅で利用させていただきました。まあ、いわゆるカプセルホテルと同じようなスタイルですね。ベッドがカプセル式で上下2段に設置されております。そして各ベッドにはテレビもついてますんでね、このベッド内、このカプセル内で過ごすっていうことも十分できるような形になってます。プライベートベッドはまた今後もお世話になることがあると思いますよ。そして6階の一角にはこのようにキッズコーナーっていうのも用意されています。
さあ、ということで見学終わりましたんで下船したいと思います。いやいや、なかなかね、貴重な体験ができましたよ。この見学無料ですからね。まあこうやって無料で見学をしていただいて、サンフラワーの魅力を知っていただいて乗っていただこうという、まあそういうことですね。うわ、すげえ人、めちゃくちゃおるやん。いやいや、なかなか面白かったですね。サンフラワー紫。まあね、客室とか全部見れたわけじゃないですけど、あのウィズペットルームとか、僕ペット飼ってないから絶対に使うことがないんで、そういう部屋とか見れたのは良かったですね。いやいや、紫はね、セミスイートどっかで乗ってみたいと思ってるんですよね。僕船旅結構やってますけど、ずっと徒歩での乗船なんで、車両後半とか見たことがなかったんで、あの辺もなかなか面白かったですね。多分今日乗っていったところ、あの入り口ってなのはトラックが乗るとこじゃなかったかなと思うんですけどね。いやいや、貴重な経験ができましたよこれ。またサンフラワー乗りたなったなこれ。それからスタッフの人に聞いたんですけど、くれないと紫っていうのは船自体は全く同じらしいんですよ。ただ内装が微妙に違うらしいですね。だから内装の違いとか、そういうのをなんかこう探してみるの面白いかもしれないです。さあ、そしたらゴールは別府大学駅なんで、もうちょっとかな、そんな距離はなかったと思います。もう2時回っちゃったんでね、ちょっと急いで帰らないといけないんですよ。今日15時からね、 B リーグのチャンピオンシップの第1戦、広島ドラゴンフライズは千葉ジェッツと対戦しますんでね、これをバスケットライブで観戦しないといけないんで、急いで帰りたいと思います。まあこのイベントなんですけど、細かいルールはないんで、まあ別に別府大学駅まで行かなくても、こっからバス乗って行ってもいいんですけどね。まあでも JR 九州さんのイベントなんで、 JR をやっぱり使わないといけないでしょう。 JR で別府大学駅から別府駅まで一駅だけ乗りたいと思います。さあ、別府大学駅到着しました。ゴールです。あれ、なんかゴールでなんかやってんのかな、手続きがなんかいるのかもしれないですけど、今時間が14時12分なんで、まあ2時間ぐらいかな、見学入れて2時間ぐらい。